はい、ちょっと帰り寄ってみましたけど、今日ちょっとね、背面のね、旋回っていうか、まあ、周回、ちょっと練習しようかなと。はい、始めます。お、やべ。アイドラップしてなかったです。はい、いきます。あ、なんか変な音。あー、思い切ったもんな。何の音だろう。ん？なんだろうな、うん、特にマストはいいみたいなんだけどね。はい、お、はい、行きます。おっと、あ、ダメだ、ラダーは撃てない。ちょっとギア音がうるさいな。はい、ゆっくり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 。あー、ちょっと遠い。ゆっくりゆっくり。あー、逆。ゆっくり。あ、難しい。あ、難しい。高い。高度高い。え、前進前進。わ、難しい。おう。おう。あー、もうスピードが難しいな。あー、もうスピードスピード。おう、おう。はい、落ち着いて落ち着いて。あとでちょっと点検しようかな。なんかこのギア音うるさすぎる。ゆっくりゆっくり旋回。あー、もう前進。高度が高いよな。はい、ゆっくり徐行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 。お、あま下ろすと機体が見えん。あ、タイマーまだ変えてなかったかな。これ3分4分かな。左右移動のね、練習よりもやっぱし周回の方が難しいな、やっぱし。ちょっと、体にもちょっと力が入ってるね。エルロンはね、変わんないんだけどね、エレベーターが逆なだけなのに、難しい。なんでだろう。ラダーはどっちだろう。ラダーは逆か。ラダーは逆に打ってるんだ。エレベーターとラダーが逆なんだな。エルロンだけが合ってるんだけど、だから、まあ、エルロの打ち間違いは、ないんですけどね。エレベーターは本当スピードの調整だけで、ああ、難しい。
ああ。すぐね、上に上がってしまう。早い早い早い。どうしてもスロットル下げる癖がつくな。少しは落ち着いたかな。今日はちょっとね、風がね、まあ今ちょっと吹き出したけど、あましないんでいいんですけどね。早っ。ああ、もうこれちょっと早い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 。おっ、その高さは見えない。あらららららら、あ、危ない危ない危ない。あまり離れるとね、機体が見えない。あ、今ピッチになったから1分で5分だな。これね、タイマーを過ぎるとね、1分ごとにピッて言うんですよ。ちょっとあと1分ぐらいは OK かな。あれ、あ、危ない危ない危ない。離れた離れた。あ、これもまた結構な、あ、左右移動よりも本当、レベルが高いな。難しい。これで全身でね、エルロンが一緒なのに難しいっていうことは、テールからの旋回はまだ難しいんかな、やっぱし。はい、対面ホバーです。はい、OK。もう多分5分ぐらいいったんと思うんで。ああ、でも最初のね、ノーマルでいきなりエルロン背面は、ミスったな。3分の、3分だから6分。6分飛んでるな。ああ、ちょっと寒くなってきたけど。もう一本行こうかな。6時5分。6時5分。練習戦闘幕にならんしね。うん。ちょっと寒いな。ジャンバー切りやがったな。よいしょ。はい、行きます。はい、アイドラップ。やっぱちょっとね、間が空くとまたちょっとバックするね、腕が。ここで間違った。うん、とも。ある程度高度がないとね、見えないんよね。草に隠れると機体が見にくい。やっぱどうしてもね、ピッチを触ってしまうな。ちょっと危ないと思ったらピッチを下げてしまう。あー、うまいことね、こう徐行で行けたらいいんだけど。あ、やべ、姿勢がわからなくなってきた。ちょうどね、こう斜めの対角線っていうんかな、その時はちょっとね、こっち向いてるんか向こう向いてるんかがわからなくなるんで、一番危ない角度っていうか。おおお、スピードつく、スピードつく、スピード、スピードを抑えて、抑えて、抑えて、抑えて。エルロンは一緒、エルロンは一緒。ラダーが逆なだけ。エレベーターも逆だから。ピッチも逆なんだけどね。
ずっとこっち回りもあれだろうね、危ないよね。逆回りも、してないけんないけど、多分難しいな。逆回り難しいやろな。難しいやろな。もうこの時点でなんかおかしいもん。ほら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 。ほらほらほら、向こう行った。エルロンは一緒。あ、これは、あ、力が入る。おお、早い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 って。あーと、ちょっと今タイマーのこと考えたらおかしくなった。今3分のタイマーよね、多分。あー、これで4分のタイマーよね。お、あー、危ない危ない危ない。アームズ、だから早いって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 。徐行っていうの、お、ピッチ間違った。高い高い。はい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 。よいしょ。あ、使えた。はい、2分だから5分か。寒いです。風がないからまだマシなんだけど、寒いのと、あとちょっと、これ何のだろうな。カラ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 。練習できるときにしとこうかな。あと1本だから頑張るか。本当は寒いから早く帰りたいんだけどね。練習しないとうまくならないし、サーボは問題ないみたいよね。はい、行きましょう。後ろ大丈夫。はい、アイドラップ。はい、左回り。早いよ。はい、逆回り。右回り、ちょ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 いちょい。いっぺんにするとね、本当は良くない。
そのなんだら、テールからね今行こうかなと思ったけど、とりあえず頭からノーズからね旋回する練習をマスターしといた方がいいかなと。今日初めて旋回っていうかね、周回の練習してるんでね、それがいきなりねテールからの旋回まではちょっと難しいと思う。土手にも人が視界に入ってるんですけど、危ない。まあまあ良くなってきたかな。はい、今度は左、右回りか。両方同じぐらい練習しないと、あ、見にくくなってきた。危ない危ない危ない、そっち危ない、真っ黒や。同じぐらい練習しないとね、間違うんでね。不得意を作ると、ずっと不得意なんでね。これ何のタイマーだ、3分かな4分かな。あ、ブー、長いブー、長いブーは4分か。あ、危ない危ない危ない、危ない。資産12だろう。ちょっと待てよ、5分もあったもんな、6分もあって、何分練習してんだ。右回り右回り、よく飛ばしきるなって自分でも不思議に思うぐらい、なんとか落とさずにね練習してます。あら、ピピって今またカウントダウンしようんちゅうことは、今4分か。はい、逆行きます、左回り行きます、左回り左回り左回り。スピード、これテールモーターも買った方がいいんかな。これ大きくなるとやっぱしあれだよね、緊張が、今ちっちゃいからね落としても怪我しないんで緊張感がちょっと薄れてるんですけど、大きいとねやっぱしね怪我するんでね。しかもこんな手前近くはね、近くはね、もうほんと下手なダウ打つのない、要するにあの見過ごすような感じでしないと、目の前で変なダウ打つとほんと突っ込んでくるからね。これもしバックだったら、もとこれあれでしょ、ツイスターでしょ、バック旋回してたら。結構今ちょっとバンクあるもんね。ちょっと今土手の方から向こうから歩いてきようけど、今何分だっけな、今1回鳴ったよね、つまり5分か。ちょっとやめとこう。はい、3本無事、最初の一発目以外は落とさずに、練習できました。はい、時間はね17分、6時17分です。はい、以上になります。